本日は4月の3日水曜日です。蘇我の馬子島大臣のお墓に来てます。ここから須春の眠る二条山が見えます。このお墓は上縁下方墳と呼ばれ、下が、四角形、上の部分はもうないですね。蘇我はこの向こうに葛城山、金剛山ではありますけども、葛城山があるんですが、その葛城というのは出雲の国からやってきた人々で、その蘇我というのは大陸の蘇宮度ですね、蘇宮度の人々だった。蘇宮度が日本の言葉になった時、蘇我と。こちらにはずっと行きますと竹の内街道っていうのがあります。竹の内街道、竹の内宿根の竹の内です。国道1号線は過密道と呼ばれてます。三輪山方面です。中津道が藤原京東部、下津道が藤原京西部から平城京大極殿に向けてまっすぐに伸びて、この山の向こうには板吹の宮、光徳天皇の弟天智天皇中大江の宮跡があります。その山、そこにある山を、三輪山と彼は呼んだようです。このお墓に眠っている蘇我の馬子島大臣の妻の名は物の部の仏姫です。仏姫の、島大臣と仏姫の息子の名は蔵麻呂、その蔵麻呂の息子の名が村事故の娘の名が祥子、蘇我の祥子、彼女は天智天皇の息子、藤原鎌足の育てた子であります。藤原不人の妻となっています。その藤原不人の子供たち、蘇我の祥子の子供たちから藤原四家が出ています。そして日本全国4700姓すべての家々の血統へとつながっているわけです。ここがそのお父さんのお墓です。今日はライトアップしてますね。綺麗に映っています。
そこに石棺の模型があります。棺ですね。蘇我の一族はご存知の通り、蘇我の稲目、欽明帝の側近であった蘇我の稲目の妻は、その蘇宮殿、ペルシャの女性たちであったと言われております。イエス・キリストの末裔ですね。彼女たちを救いましたのは高句麗19代スキタイ王高海道です。高句麗19代王スキタイ王、そのスキタイの国の墓の造形に、似ていると。この後に、この先藤原橋というのがありますが、藤原橋の、大極殿の北側延長線上に耳なし山というのがありまして、その耳なし山の右側に山口神社と頂上にあります。あの耳なし山も昔はこのように上演下方墳になっていたということです。先輩方に聞く話、耳なし山は昔けなし山と呼ばれた、あの橿原神宮を造営した明治時代初頭、耳なし山は木が生えてなかった。あの上に明治帝、大村明治天皇がお立ちになられて軍隊を指揮した。そしてあの山は、耳なし山は昔は石灰のようなきれいな御影石で、包まれていたと。おそらくこの石舞台古墳と呼ばれる島大臣のこの墓もきれいに昔は、石で囲まれていたのであろうと私は思います。それでは、お墓の内部に入りましょう。上人人民は法百千万号南宋が根拳門徳十字元下如来真実義賀釈諸道素薬号海遊無視頓陣地重神杭社章一切が今回三下潮見を意味ないほど落ちる羅根しきる流産相当悪夢かに上をにさりえてのまっさせほれっけ古部ゆらゆらと古部摂魔か藩に腹見た信用漢字大坊三用人藩に腹見た自
小剣音階空洞一切空役者立志式不意空空不意式式即税空空即税式重層余式役不良税者立志税小苦層不消不滅空上不増不減税国空中無式無重層余式無限に別で真理無式上公未曽公無限界内心無意識界無名役無名人内心無老死役無老死人無苦終末道無死役無毒意無消毒公問題雑談へ犯にあらみた更新無懸念無懸念公無空音に一切天道無相苦行年半三税消物税犯にあらみた高徳がのうなら三滅三謀大合地犯にあらみた税大臣衆税大名衆税無常衆税無東道衆農場一切空真実不根法説犯にあらみた衆俗説衆圧にあてにあて反乱にあて争いにあて膨大粗悪化犯にあ信用常来復元する苦毒は蘇我の馬子島大臣妻物の部の普通姫異彩合彩先祖代々の霊に供養したて祭り包丁将軍志望大を円満せんことまた願わくは日本国家繁栄子孫長久最上少女加藤戦勝男神起床所祭の少女初演より吉祥上ならんこと王女三子四夫子三部さもこさもこほんじゃはろみ